回のタイトルはカルダノのステーブルコインチェドが大幅なコードアップグレードです。ぜひ最後までお付き合いください。カルダノの過剰担保型ステーブルコインであるジェドは全く新しいアップグレードを受けました。ジェドステーブルコインの発行者であるコーティは継続的な改善プロセスの一環としてジェドのコードのアップグレードを実行したとツイートで発表しました。このアップデートには多数のプロセスフローの最適化、ジェドとシェンの最小ミント要件とバーン要件の引き下げ、および運用手数料の削減が含まれています。ジェドプロトコルのチェーンインデックスは現在の状態と保留中の注文を考慮しながら価格を計算し、取引コストを見積もるために使用されアップグレードされました。アップグレード版ではチェーンインデックスの堅牢性と拡張性の向上を実現しました。また無効な為替レートによって引き起こされるエラーが減少し、パフォーマンスが向上します。注文の作成を支援し、ジェドまたはシェンを所有する各参加ウォレットの現在の状態を反映するアプリケーションであるパブユーザーもアップグレードされました。アプリケーションが改良され、応答性、パフォーマンス、スケーラビリティが向上しました。ジェドステーブルコインは1月末にリリースされ、意図した通りに完全に動作しています。一部のステーブルコインがペックを失うなど様々な出来事があったにもかかわらず、ジェドのプロトコルは開始以来ほぼ8ヶ月間ペックを失ったことはありません。プラットフォームのパフォーマンスを最適化する上記の変更とは別に、コーティは最終アップデートはより多くのユーザーがプロトコルに参加するよう奨励することを目的としていると述べました。これを達成するために運営手数料のいくつかの変更とミントまたはバーンできるジェドまたはシェンの最小量を発表します。更新された条件は次の通りです。ジェドとシェンの新しい最小ミント量とバーン量はそれぞれ200ジェドと200シェンです。そしてオペレート料金の割引額は5エイダになりました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。